そして昨年度の全中チャンピオン、先週の北関東高校では見事第2位、自己ベスト10秒54、高校日本歴代8位、そして現在の全国ランキング3位、10秒54を出した井上くんが2連を走ります。ですが、さあグリーンカードが出ればスタートの位置が姿勢が取れなかったということですが、赤が出ますと一発の失格です。さあどうでしょうか。さあ赤黒カード失格カードが出ました。第9レーン小川君、伊勢崎商業高校3年です。